ようブラザー白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は生物の厳選についてお話ししたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあまず応用編になるんですけども、基礎編は概要欄の方で前回動画アップしてますんで、よければ上がる数値系とかも全部書いてますんで、よければそっち見てください。で、応用編ですね。最重要はやっぱ効率だと思います。で、その究極のメソッド公開と。で、まずは簡単に厳選を始めるタイミングと、次にメイン効果の排出率がね、まあ、非公式ながら、ちょっと5チャンネルとかで、書いてあったんで、その情報と、あとフリー枠はダメージバフ固定にしないことが大事です。はい、そのお話。あとは拾った生物の取捨選択の5。で、5番目に、モラ地脈 NG。地脈回りますよね、モラ貯めるために。あれで周回回数減ってしまう、その極意ですね。樹脂の限界まで周回数を上げる方法を紹介したいと思いますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、厳選を始めるタイミング、一般情報だと星5確定ドロップするタイミングを推奨してますね。通常だったら45からで、フィールドボスであれば世界ランク8の55からで、最低限の厳選と生物の厳選とテンプ上げとレベル上げ、DPS キャラだったら攻撃パーセント、回復だったら HP パーセントなどが挙げられますね。ここまでが一般的な情報で、ここからなんですけども、効率情報に入っていきます。生物の収穫結果から言うと特に必要ないんじゃないかなってことですね。で、世界ランク3になると星5が確率ドロップします。まあそこまでは普通にテンプ上げたりレベル上げたりとか、武器をねちょっと強くしてみたりとかで全然対応できると思います。普通に任務系をガンガン回してるだけでこれぐらいの冒険者になりますんで、まあ、そこから世界のボス、フィールドボスを倒していくって感じがいいと思います。キャラレベルの突破の宝石集め&見聞で手に入る分、それで十分になります。で、45の遺跡の攻略はその時にテンプとキャラレベルで武器レベルの上げるやつで十分に攻略できるので、そこまでね気張ってやらなくても大丈夫です。で、基本的に剣闘士、楽団、亡命者、教官、強戦士、ここら辺がボスドロップで使えるとされている、ここら辺がボスドロップで全然落ちますんで、もうバリバリ現役でね剣闘士と楽団とか使ってますんで、それで十分だと思います。で、世界ランク3から星5が確定じゃん、確率ドロップするんで、まあ、星5が入ったらそれと入れ替えみたいな感じやって、星5が入ったところをもういいのがあったって思ったらそれ20にしてとかで、あっという間に強くなりますんで、それの入れ替えで全然45までは対応していいと思います。生物の周回なしでランク45で活躍する人はもう全然おりますんで、フレンドさんにいますんで、まあ、全然そこはね無駄にせずにもう45まで直行コースで行くと僕はいいと思います。で、上記を実践すれば無駄なモラ、要するに生物の周回をするのって直結しない可能性があるのと、樹脂もうガンガン回してる人とか、ランク45以上で世界ランク55になってる人とかがもうガンガン回して、もう本当理想的なやつを探すっていうタイミングになるんで、もう現段階ではそういうことしなくて結構です。なのでそこら辺に樹脂を消化するんだったら確実に強くなるテンプとかキャラレベルで、キャラレベルを上げるってことは宝石周回するんで、そこでまあワンチャン星5が手に入ったりします。剣闘士楽団もずっと使うものが手に入ると思いますので、そういった感じでやるのが一番ベストかなと思われます。はい、メイン効果の排出率なんですが、非公式情報ですね。生物のメインの効果、これの排出率は均等ではない。で、 HP 攻撃防御パーセントが基本的に多い。なので、この表を見るとまあ個数表示なんで、まあこれの砂であれば5だから全部 20% の確率なんじゃないかなとか、あとはまあこちらの聖杯とかであれば全部10なんで、もう 10% 確率が全部出るんじゃないかなとか、いろいろあったんですけども、基本的にパーセントアップ、HP 攻撃防御のパーセントアップの方がドロ率はいいようですね。もちろん統計のユーザー調べなんで確定ではありませんが、心当たりは皆さんあるはずです。で、以前紹介したアルベドビルド、これ公式情報じゃなかったんで明言はしなかったんですけども、岩溜めや会心のビルドが横行している中で、なぜか
防御の方が厳選しやすいですよっていう発言、これはこれの元が、なんだろう、ソースデグか、これを元に話した内容でもありました。厳選が楽といったのはこのためであります。3つ目のコツなんですけども、フリー枠はダメバフ固定にしない。よく一般情報ですね、フリー枠は厳選が厳しいダメバフ固定にして、まあダメージバフが落ちたらもう全部それ取っといて、まあそれで厳選すると。確かにそれは非常に有効だと思います。で、他の4箇所で固定、まあ箇所、そのセット効果の固定箇所にすると。ただね、基本的にはそうするよりもまあ冠の方の会心ダメージ、こっちの方も一応フリー枠候補として考えておいた方がいいです。その理由は、はい、フリー枠はダメバフに固定しない。3つ目ですね、これなんですけども、まあ、一般情報だとフリー枠は厳選が難しいダメバフにする、で他の4箇所で 2から4 の、セット効果を固定箇所にするっていうのがあるんですけども、まあ、これはパッと見正しいし、それがいいと思うんですが、効率情報になってくるとそれで損してる可能性が見えてきます。必要なものを理解することが大事。要するに必要なものを捨ててしまって後になってまた再厳選、まあ出やすいから別に厳選でいいだろうって思って再厳選して、結果損してしまってるパターン、結局餌にしても何にしても同じことなんで、同じモラと経験値になって無駄になってます。で、武器やキャラによって会心率がもう全部変わってくるので、フリー枠をね、会心とかにした方が合うケースも出てきます。なのでダメバフ固定なのか冠固定なのかっていうのって全然キャラとか武器によって変わってくる可能性があるんで、そこをもう固定概念で確定してしまうと、まあ、非効率になってしまうってことですね。なので確定ではない状況下に対して考えを固定するのはリスキーだという話。では何を残すのか。聖杯とかであれば各種ダメバフはもちろん残しますね。で、これは何でもいいです。剣闘士とかでも何でもいいですね。で、基本は剣闘士とかでつけとけば、剣闘士に何かにみたいなセットって結構使うんでかなりいいです。なので会心率攻撃付きのものがあれば非常に使いやすい。で、あとは攻撃パーセントですね。状況によっては攻撃パーセント振ったりとか他のパーセント振ったりする可能性があるので、それ系で出たら基本は取っておくことをお勧めします。で、チャージ効率各種ですね、これ非常に大事です。なのでそれも取っておいてください。これは砂時計の話ですね。で、冠なんですけども、各会心率会心ダメはもちろんなんですけども、これはね、例えばあまり使わないであろうその部位、例えば血染めでも何でもね、愛されでも何でもいいんですけども、会心が出たらとりあえず会心ダメがついてることで、会心ダメージだったら会心率がついてること、それを重要視してそれは必ず残すことですね。あとは攻撃パーセント、これも会心が2箇所ついてたらもう非常に優秀なんで、それは確実に取っておきましょう。で、次に、まあ、陣とか使いますからね。で、次に、砂聖杯、冠、これで防御力パーセンテージが出たりしますよね、うん、これは必ず取っておきましょう。で、会心率&攻撃力 or 熟知、これね、キャラによって変わってくるんですよね。例えばノエルだったりね、ノエル、深淵だったりしたら会心攻撃力の方だったりします。で、あとはまあ熟知、熟知の場合はアルベドだったりね、あとは実数系とかが入ってたら、まあ、それに沿ってバランス、もう神だみたいな風になると思いますんで、まあ、それはそれでご自身でね、選んでみてください。まあ、ここら辺の固定しないことによって後々あれ取っとけばよかったとか、もうそもそも頭の中にないんで必要になってきた時に掘り直しってことを考えてしまうと非常に非効率なんで、気をつけていただければと思います。はい、最後5番ですね。モラ地脈 NG、 樹脂限界まで周回数を上げろという項目なんですが、まずね、ランク45で樹脂20、要するに1回回るので手に入る生物の量、これが星5は1個から2個ランダム、4は2個から3個で、3は3から4って形になります。で、一応サンプルとして今パッと行ってみた画像を貼ります。
はい、こんな感じになってますね。一応、まあ、20の樹脂でこんな感じの、まあ、ランダムドロップが出ました。で、4つ分売ることができますね。あの星3以下はモラに変換できるんで、1個1260モラで、まあ、売って1周2525モラ手に入れるっていう設定で、一応生物20周回ったら、星3売らなかったら、レベル0から20にする経験値が手に入るんですが、結局それって完璧なレアドロに対してしか、経験値って使わないんですよ。だからどれだけ回れるかが重要なんですよね。20周回って、まあ、モラをさ、まあ、4周分回って樹脂80やるんだったら、星3を売って、まあ、経験値も手に入るし、モラもほぼ自給自足できるような状態にしておいて、その分4周分多くレアドロ周回できた方が、その結局経験値が欲しいっていうよりもレアドロが欲しくて回るのに、まあ、売ってしまっていたらその周回分が減ってしまうっていうことになってしまうんで、もったいないですよね。ただ例えばガチャめっちゃ引いてダストをモラにできる人だったらいいんですけど、そうじゃない人であれば明らかに売って周回数増やした方が、生物の周回レベルランク45以上の周回であればかなりお得ということが分かりますね。一応これが、まあ、今まで話したのが全て全部マッチして、全ての知識入れた上で周回を回るのが一番ベストだと、かなり間違いがないんじゃないかなっていうことが言える感じです。今までのご視聴どうもありがとうございました。生物の厳選方法いかがでしたでしょうか。ぜひね、参考になったって方いましたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いできればと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。